記憶だけで頭の中のタンスしいっぱいひしめいてたんだけど、一回も行ったことなかったらしい。マジか。何回も行ったよねって言ったら、一回も行ってないよ。初めて来た。初めて徹夜で。で一回も毎回誘ってほしそうに連絡してんだけど、一回も誘ってくれないし。あ、じゃあもう向こうは生殺し状態なんだ。でも一緒にラーメン食いに行かなかったわって言ったら。行ってないんだな。行ってないって。三八行ったっつったら三八も行ってないと。え、三八いなかったあいつ。三八、いや行ったよね。俺と行ったよね、二人でね。行った。で二人で行ったんならいないんじゃない。人として扱ってない以上。桂いなかったか。なんならラーメン一緒に食べたことないって言われた。マジで。うん。だから山岡屋も行ってないんだって。え、一国堂とか行ってないなかった。行ってない。山岡屋一回も行ったことないんだって。一回も。一回も行ったことないって。今度連れてこいよ、山岡屋。絶対連れてかないじゃん、お前。じゃあ俺じゃなくて、何人に任せ。さかっちが僕哲也連れてったって。だから次は山岡屋に。めっちゃうまそうな顔してたよ。天使みたいな顔してたよ。キラキラしたエフェクト出て、こんなうまいもん初めて食ったって。普段何食ってんの。ゆずピールばっかり食ってるのか。こんな美味しいもん初めて食べたって言って食べてたよ。どっかの原住民じゃないんだからさ。いや、こってり系が好きだって言ってたから、哲也はうまいって言ってたし、山岡屋のはこってりしてるぞって言ったら、おー、いいね。全然興味ないじゃん。いや、じゃあこれはこってりうんぬんじゃないんだよ、坂本と一緒にラーメンが食えるってことが最高のスパイスになってる。すげえ、誰かと食いに行きたいんだって。そもそも寂しんぼよ。行く人いねえのか。一人で食いに行くのも味気ない派なのよ。ああ、寂しい寂しんぼよ。山岡屋切に待ってるよ、あれは。あの感じは。じゃあ3人で行くか。なんでこっちを俺に振ってくんだよ。いや、そうでもしないとよ。財布から逃げてっちゃうじゃん、諭吉さんがよ。お前の。だって僕と行ったのでしょ。トッピング倍もしすんでしょ。次さらに倍。うっかりさ、一人で行ったラーメン共和国だっけみたいなとこで間違ってトッピング全盛りして1500円超えたんだろ。そう、いっぱいだな。ダメよ、そんな変な癖ついちゃうから。こういう癖つかダメよ。高かったな、いっぱいで1500円は。1500円かけんなら桂と山岡屋いけるけど、2人分。そう、確かに怒ってやれたな、桂にな。失敗したな。ラーメンショーに2人で行けばよかったんだよ、桂呼んで。いや、まず僕よ。ああ、なんで呼ばねえんだよ、お前。悲しすぎるだろ。いや、お忙しいかなと思って。そりゃ桂と2人で絆舐め合うラーメンオフやってるわ、僕も。徹夜でかわいそう。また来週お会いしましょう。お会いださん、おとりほど中岡慎太郎でした。バイ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 。まあ気をつけて。まあ今日飲みすぎんなよ。当然1杯にしとけよ。2杯かい。最初は多く飲んじゃうんだよな。弱いようにな。頼むぜ。顔赤くなる前ぐらいでやめとくわ。後ろにベッドがあるんだよ。そこで踊ってくる。全ての人種表せろ。